は起きらい Don't stop, don't stop the music Worldwide おっぱいなんだよあああれ栗山さんどうしたのこんなところでえあ奇遇ですね本当にってこんな奇遇があってたまるか不愉快です何度刺そうが致命傷を与えようが僕を殺すことはできない何の話ですかごまかすの下手すぎこの一週間で何回栗山さんに刺されたと思ってる1、2、6片手じゃ足りないのかよそろそろ終わりにした方がいいと思うけどホラー映画かよくらい先輩何をバケツだよお腹空いてるのかお待たせしましたこちら追加のブリートとモレポブラーノとチリコンカンのセットになりますごゆっくりどうぞまだ頼んでたのかよ不愉快です不愉快なのはこっちだよ実はある人に言われたんだ栗山さんと関わるなって栗山さんどうせ私は嫌われ者ですよブログもツイッターも全然炎上中ですからね本当だですよねああ嘘後で検索かけて絶対フォローしとくよ家で食べればいいのにもしかして家で食べられない事情でもあるのなんでですそんなわけないじゃないですかわかりやす不愉快です追いかけますよし来たって何やってんの逃げられるよ壊したくないんです掃除屋に頼めばいいじゃん今日のかけうどん先輩おごるよ食べていります持とうかお願いしますお返しします手が塞がってるんだけどいやだからどれまあそんなもんだよマジ不愉快です191万円あのヨウムそんなにああ最後のエビがどうぞいらないと言ったはずです落ち着いて言動がバラバラになってるそれだけあればこのカップ麺が何個買えると思ってるんですかだからあげるって言ってるんだよ泣いてる受け取れません言葉が空虚すぎるやっあっ見ないでくださいいただきますゆっくり食べたら血が完全に足りてない感じなんです鉄分補給なんですそれにこれがうつろな影じゃないなんてしかもたった200円とかありえないですこれはその本棚にある本は先輩と顧問の寄贈によって収集されたものだから貸し出すことはできないただし文芸部の部員になれば入部しますはやー何その女心と秋の空的展開そうなんですか確かに赤縁の眼鏡が似合っているうわ眼鏡ヒロミもやればできるじゃないか君も今日からメガネストだこれは預かりますね嘘決まりを破ってうつろな影に近づいたんだ仕方ないよ停止1ヶ月で済んだだけありがたく思わないと1ヶ月ですよ家賃はどうするんですかご飯は少しだったら貸してあげるよあげますどっちにしろ私今活動停止中なので持っててもしょうがないですし本当
でもその用務5万はくだらないわよ。どうせ私は運がないですよ。ブログに不満を書きまくるしかできませんよ。だから炎上するのよ。あっち？あ、空まで話して。ぜひやってください。ミライちゃんならバッチリですから。不愉快です。はい、ワロテーヤ。無理。どうしてこんなことしなきゃいけないんですか。むしろ感謝すべきでしょ。立っているだけでお金がもらえるんだから。さて、ほな次はスカートの裾上げてメガネのつるかんで。脳殺ポーズですね。なんで。我慢なさい。ヌードになれって言うんじゃないんだから。まあなってくれはるっちゅうんやったらモデル代最低でもこれくらいは出すえ。ごっくり。声に出てるえ。あの盆栽は何なんだ。栗山さん、この盆栽について何か知ってる。メガネ拭いてる時点で犯人は栗山さんだよね。不愉快です。不愉快です。すごいわね、盆栽に興味があったなんて。優しく触らないとダメですよ。そこまでにするのに何万円もかかってるんですから。そっとそっと。何万。これはちょうど今それしかないねん。それやったら着て帰ったかてええし、体操服よりは恥ずかしないやろ。パジャマじゃないですか。ヒロミ、一つ思い出したんだけど。なんだ。栗山さん確か歌苦手だって。アッキー、うん、遅すぎる。手のひらに。ずっと。ところでそこな盆栽、そろそろどうにかしてもらいたいんだけど。ずいぶん増えたな。こら、こんなところで野球するなと言ってるだろうが。雷親父。いや誰も。あ、いや違うんだ。これは先輩は一人っ子ですよね。妹も弟もいとこもはとこもいませんよね。この靴サイズ的に若い女性のものですよね。先回り。男子高校生が一人暮らしとなればそれくらいのことは普通なのかもしれませんが、やっぱりそういうのってどうなんだろうって思うんですけど。どうなんだろうって思うんですけど。だから思ったことをすぐ書くのは炎上のもとだよ。誰ですか。さくらだよ。あ、さくら。羊が2匹、羊が3匹、羊が…落ち着いて。話しかけないでください。羊が11匹…いや、もうこんな寝癖って。未来も人のこと言えない。あ、下も…不愉快です。おやすみ。うわ、ダメですって。先輩…大丈夫ですか。ああ、悪い。何するんですか、何するんですか。事故。でも、何ができるわけでもないですし。それでも、そばにいたい。あ、不愉快です。あ、すみません。ナンバー135。寸評83点。メガネ美少女特有の何かを内包した神秘性はありつつも、表情は作りすぎており自然さに欠ける。不愉快です。箱の中も見てみろ。変態先輩。ん、気がついたんですか。触っちゃダメですよ。凪が終わったらじきに治るはずですから。無国籍料理にうまいものなしって言うだろう。オムライスです。オムライス。はい、美月先輩に聞いたら先輩オムライスが好物だっておっしゃってたので。卵はここに。ゆで。未来は片時も離れずずっと看病していた。まだ気づかない。何が。未来、この人ダメかも。はっきり言った方がいい。何をですか、何をですか。また増えたんじゃない。そんなことありませんよ。元より買うお金もありませんし。先輩はどうして私に優しくしてくれるんですか。
僕に似ているから。そう言ったら栗山さんは怒る。嫌なのかよ。そんなことありませんよ。すっごい迷惑そうな顔してるじゃないか。嬉しいですか。なんでそうなるんだよ。いえ、美月先輩から神原先輩は虐げられることで強い快感を得るって言われたので。でもなかなかうまくいかないものですね。うまくいかなくていいんだよ。撫でてください。撫でて欲しいんです。ふひ私、先輩に出会えて本当に良かったです。よせ。本当に先輩のこと好きになって良かった。やめろ言うな。本当にありがとうございました。栗山さん、嘘だろ。待てよ栗山さん。栗山さん、メガネが、要するにメガネをかけた栗山さんが大好きです。不愉快です。このメガネをかけてくれないか。